カイラル通信の動作テストをしてみたんだ。カイラルノードの観測やホログラムは異常なし。だがカイラルプリンターが稼働しない。そうだ、せっかくあんたが素材を運んできてくれたのに。すまない、こちらのミスでプリンターのユニットが納品されてなかった。プリンターをカイラル通信に接続する装置だ。どうも納品の途中でミュールに持ち去られたようだ。範囲を絞ることはできたが、ミュールのテリトリーだから近づくことができない。あんたの腕を見込んでお願いだ。ミュールの収穫地からユニットを回収してくれないか。ママが建設装置に簡易観測灯を加えてくれた。この建設装置を支給品として追加してある。必要に応じて使ってみてくれ。依頼が受注されました。解除します。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認。武器のロックを解除します。ミュールの連中は奪った荷物を自分たちの縄張りに持ち帰る習性がある。彼らのポストを探し出し荷物を取り返せ。単純なことだ。だが気をつけろ、彼らは武器を持っている。戦闘が避けられない場合も想定しておけ。サム、ミュールの収穫基地に近づいたら簡易観測灯を使って連中のポストの位置を確認するのが有効だ。近づいたら連中に見つからないように行動するんだ。目立たないように姿勢を低くゆっくりと移動しろ。
設物完成しました。その周辺で活動しているミールは全員気絶させたようだな。
建設物完成しました。依存症の集団だ。以前世界はネットワークでつながった。配送する荷物の仕分けやシステムの運営は AI、 配達はドローンが担当していた。人々は配送業務から完全に解放された。しかし配送革命も、以前から言われていたようなシンギュラリティも起きなかった。自動化を極めた反動が起きた。人が不在の配送やサービスは人を不安にした。
そこで配送システムの運営も配達も以前のようにやはり人が関与するように変更されたんだが、それが配達依存症を生んだ。ミュールの生きがいは荷物だ。他人の荷物を奪って生きている。ミュールにとって配達人は格好の餌食だ。荷物を取られてはならない。やっとカイラルプリンターが稼働する。苦労をかけたが、この装置はあんたの役にも立つはずだ。助かった。目立った傷もない。これからは気をつけるよ。サム、靴は壊れていないか？この環境下で靴の消耗は早いはずだ。配送の途中で靴が壊れたら命取りになる。裸足では負荷も大きく、足の怪我も避けられまい。そこでリストにブーツを追加してもらった。ブリッジズ正式仕様、君の足に合わせてやる。常に予備の靴を持ち歩くべきだ。もし不意に壊れてしまったら、各施設の配送端末で武器装備作成ができるぞ。おお、サム、親密度が上がったようだな。親密度が上がっていけば、各施設で使える素材の量を増やしてもらえるだろう。じゃあな。素晴らしいよ、サム。カイラルプリンターが使えるようになったな。念のために説明しておくが、カイラル通信はビーチを通信経路として利用するシステムだ。無時間による大容量通信が可能なのはビーチを使うからだ。知っての通り、大容量データを送るには処理時間膨大にかかる。カイラル通信というものは嵐のタイムマシンではないかと考えられている。つまりカイラル通信はデータを過去に送っているのだ。だが今のところその原理の全てが解明されているわけではない。ビーチのこともカイラル通信も。その意味では私たちは火を手にした原人と同じだ。役に立つが同時に危険も伴う。そうは思わないか？十分に理解しないままそんな道具を使っているんだからな。 BT はビーチがなければ来なかったはずだ。だからビーチの研究は私に、私たちに成果をもたらしてくれるはずだ。そして君ももちろん貴重な研究の対象だ。
君にも研究の結果は伝えていくつもりだ。これからもね。